12レース4号艇の岡村啓太選手です。よろしくお願いします。お願いします。小島は昨年10月優勝されて以来ということになりました。今回は2連体率 32% のエンジンなんですが、全権乗ってみた感じはいかがでしたか？いつもの小島っていう感じですかね。はい、いつもの小島というのは全権日は重いとかスタートが届かないとか。そうですね、回らないとか。はい、はい、そんな感じです。気象条件的にもちょっとそんな感じですもんね、今ね。そうですね、はい、はい、プロペラはもらったままで確認。片面だけ叩いていきました。はいはい、前回グランドチャンピオンには出ているエンジンなんですが、はい、そんなに大して出てないと池田浩二選手はおっしゃってましたが。あ、じゃあ叩いて正解ですかね。はい、はい、ではまずその叩いて明日初日乗ってみて。そうですね、はい、はい、足の仕上がりとしてはどんな風に持っていきたいなっていうのはありますか？乗り心地と出足を求めて調整していきたいと思います。はい、それによって自在に行けるようにと。そうですね、はい、はい、小島は3連続優勝中でいつも優勝戦には乗ってこられるんですが、はい、はい、相性いいと思います。はい、前回小島で優勝した一つが今年のクラシックに続いたわけですもんね。そうですね、はい、でこのあたりで今年の初優勝を狙いたいなと。そうですね、まだ優勝できてないんで、はい、そろそろしたいと思います。はい、では一節間にかける意気込みをお願いします。はい、最後まで一生懸命頑張ります。応援お願いします。